中日スポーツ、藤浪晋太郎、本物の監督と投手コーチがいるチームでついに潜在能力開花か。米国のファンも、日本に負けず劣らず高い期待を SNS で表した。藤浪晋太郎は今季終了後、先発投手としての調整をし始めるだろう。だが、来季どころか今季の先発復帰があるかもしれない。今や藤浪は本物の大リーグの監督と投手コーチがいるチームに移るチャンスを手にした。これで、ついに潜在能力が開花か。潜在能力開花って、何年能力隠してんだよ。中継ぎでやっていく方が幸せだと思うが。まだ先発やらせようとしててくさ。先発やったら阪神時代に逆戻りだぞ。潜在能力だけで飯を食う男。いけるやん、やっぱダメやったわ。これだけで引退まで食っていけてそう。平均100マイルの濃昏だけど、時々奪三振取りまくるとか確かに俺が育てていってなるのもわかる。今度こそと思わせて裏切るのが藤浪や。もしかして阪神のコーチ陣がゴミカスだって煽られてる？阪神時代も中継ぎなら機能してたやろ。アメリカの空気が藤浪には合ってたんやろな。2巡目3巡目で打たれるデータ取れたやん。またやらすのか。ポテンシャルだけで世界クラスの投手になれそうなのやばいやろ。オリオールズ行ったから割とマジで今年リングありえるぞ。永遠に過大な期待をされ続ける男。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。